夜のピクニックは、御田陸の長編青春小説。小説新潮2002年11月号から2004年5月号に、連載2004年7月30日に新潮社より、刊行された。高校生活の最後を飾る、伝統行事、歩行祭を舞台に、80キロメートルの道のりを、親友たちと夜を徹し歩く、非日常の中で浮き彫りとなる青春の光と影を、描く。 第2回本屋大賞、第26回、吉川英治文学新人賞受賞作。および、これを原作とした日本映画および、音楽劇である。小説新潮にて2002年11月号から2004年5月号まで、連載後、2004年7月30日に新潮社から発売され、第2回本屋大賞、第26回、吉川英治文学新人賞を受賞した。また、 2004年度、本の雑誌が選ぶノンジャンルベスト10では1位に選ばれた。2006年9月に新潮文庫でも発売された。短編集、図書室の海には、歩行祭の前日単、ピクニックの準備が収録されている。また、ピクニックの準備と夜のピクニックでは、登場人物の設定が違うなどいくらかの相違がある。著者の母校である、 茨城県立三戸第一高等学校の名物行事、歩く会をモデルにしている。本書では 80km の歩行祭と記してあるが、実際の歩く会は 70km とのこと。全校生徒が24時間かけて 80km を歩く高校の伝統行事、歩行祭。3年生の高田孝子は、最後の歩行祭、1年に1度の特別なこの日に自分の中で賭けをした。 それは、クラスメイトの西脇徹に声をかけるということ。高子は、恋心とは違う、ある理由から西脇を意識していたが、一度も話をした、ことがなかった。しかし、二人の不自然な様子をクラスメイトは誤解して、坂城指定以外は北高の三年生。2006年9月30日に公開。撮影場所には、原作者の母校であり、 この作品の舞台となっている茨城県実美と第一高等学校が実際に使われた。また著者のアイドルっぽくない俳優を使ってほしいというリクエストがあり、その要望に沿ったキャスティングになった。キャッチコピーはみんなで夜歩く。ただそれだけなのに、どうしてこんなに特別なんだろう。ピクニックの準備と題し、 物語の前日単を描いたオムニバス形式の作品として制作され、映画本編公開のおよそ1ヶ月半前から順次、ヤフー動画で無料配信、2006年9月15日に DVD 作品として発売された。映画の主な登場人物にスポットライトを当てた10編の短編作品を収録。短編集、図書室の海に収録されている原作、ピクニックの準備とは、 内容が異なり、エピソードはすべて脚本の三沢稽子らによるオリジナルで、映画の前日単を描く。片思いの長さもう一つのアンナ編は、特典映像として収録されているため、レンタル専用 DVD には収録されていない。ちなみに、特典映像にはこれら短編作品の、メイキング映像が収録されている。おまじない、アンナ編、告白桜編、女装貢献編。 願い事、千秋編、シナリオの行方リカ藤氏編、お買い物、両子編、無理っぽい高子編、秘密見和子編、果てのない通る編、片思いの長さもう一つのあんな変なお出演者のうち二人は、後に連続テレビ小説のヒロインに抜擢されている。七無字か、タリラ僕を見つけての CM、夜のピクニックにインスパイアされて作られた。世界最短15秒シネマとして、 カウントダウン TV 内で放送。前3話。音楽劇、夜のピクニックとして、水戸芸術館、悪夢劇場の企画制作で舞台化され、深作健太演出、高橋千都二子脚本、大木谷健と作曲、音楽監督により2016年9月17日から9月25日まで、同劇場にて上演された。主演の吉川友を筆頭に、 総出演者24名中の18名が、茨城県出身、在住など茨城に、ゆかりのあるキャストで構成された。ありがとうございます。